はい、ということで今ねこのなんていうのかな、はい、D ドライブを、外しました。こんな感じね、3TB の、ハードディスクは、WD30EZAX かな、 AZ の新しいバージョンだったかな。ちょっと覚えてないちょっと覚えてないです。覚えてないな。 EZ 改良版の後だったかな、覚えてない。で、基本的にこの、グリーンね、このグリーンとこの青、一緒のものになるのかな。あのなんかいろいろこう統合カラーをね、統合されたりなんたりって、これも一応、5400のデータ用として、使っているものです。はい、ではねちょっとこれと、入れ替えまして、ちょっとパソコンに早速つなげてみようじゃないですか。はいはい、ということで、ハードディスクを取り付けて起動したわけですけど、見てください、4台しか映ってません、減っております。はい、これはですね、詳しい方はね、最初にこの、起動するときに BIOS の画面が出るので、その時にパッてね一瞬このさっきのこのなんていうのかな、型番、ハードディスクの型番が一瞬出るので、認識がしてるなというのはもう一瞬で分かるんですけど、もう知らない方はそんな見ないから、パッと起動して、あれハードディスク買ってきた、ハードディスクがないなあ、はい、そういうことになります。で、まだねこの、買ってきたばっかりでは、パソコン上っていうか Windows 上とかではまだ認識しないんですよ。で、ここからね、ちょっと作業を多少しなければなりません。で、コンピューターが今見えてると思います。これを右クリックすると管理というのがあるので、管理を押します。ちょっとはみ出てるかな。はい、で、そうするとこんな感じでコンピューター管理と出てくるので、このディスクの管理、要はこれハードディスクですよね。ここでね、ディスクの初期化、というものが出てきます。はい、で、ですね、ここで、パーティションスタイルを使用すると、この MBR マスターブーブレコード、あんまり詳しくは知らないんだけど、で GPT、というのがあります。これは、なんていうのかな、ちょっと難しいな説明が簡単に言えばこの MBR にすると 2TB までの制限がありますので、ハードディスクが 2TB 以上のものに関してはこの GPT というこの下のやつを、にチェックを入れて、OK を押してください。じゃないと今ね認識されましたね、ディスク1って分かります、今見割り当て3275、これを、さっきの MBR に変えてしまうとですね、今変えれたかな、あ、変えれるんだね。今 MBR ディスクに変換します。そうするとこんな感じで、2TB っていう制限があるのでこうなってしまいますので、GPT、間違ったとしてもこうやって後からパッと変えれるので、分かりやすいかと思います。そして見張り当て、このままでもまだだから管理としては認識してるんだけど、Windows 上ではしないので、ここから、ですね、シンプルボリュームウィザード開始と、次、D は使っているので、H にしようかな、ちょっといやらしい感じの H に、これも後から変えようと思えば変えれます。とりあえず、この状態では、クイックフォーマット、にします。はい、完了。フォーマット中。はい、完了しました。はい、クイックはですね、4テラでもこの2、3秒で終わっちゃうというぐらい早いです。そして、こちらに戻ってきますと、はい、出ました。出ておりますね。H。めっちゃカラーです。はい。これで、使うことが可能になりました。はい、しかしですね、私は、自作パソコンが長いせいか、このままでパッドは使いません。はい、ここからですね、初期不良がないか、長い時間のテストが始まります。というのはですね、やっぱりハードディスクで使っていて、なんか
何ヶ月超えするとなんかね不要セクターが出たりとか、なんかねちょっとエラーが出だしたりとか、でそこでやっぱ1個2個ってエラーが出だすと後からずーっと出るんですよ。でさらに増え続けていったりとか、それを、今からあのフルチェックを、するわけですね。はい、そして今からちょっとインストールをいろいろしなきゃいけません。ちょっとお待ちください。まあ、カットしますけどちょっとお待ちください。はい、ということでちょっと準備を、しておりました。ですね、そのいろいろね調べるためにそのこの WD って書いてる今ページが見えてると思います。見えてるかな、はい、まあ、見えてると思います。でこの WD にその純正のそのソフトがあるんですよ。フリーソフトって、フリーまあフリーかな、無料なんでフリーですけど、ここで、製品別ダウンロードとありまして、ここでね、まあ選ぶだけなんで簡単なんですけど、ここで、WD ブルー選びて、送信とします。そうすると今このハードディスクで使えるなんかソフトウェアが3つ出てきます。で、このデータ なんちゃらかんちゃら、英語よくわかんないけど Windows 用データこれとりあえずこれです、まあこれが要はソフトなんですよね。まあテストするだけなんで、まあ容量的にはこの975って1メガを満たないような、軽いやつなんですけど、テストの多分プログラムが入ってるだけなので、まあこんなもんでしょう。ダウンロードすると、はい、ダウンロードしたら、まあ消してこのページをね消してもらって大丈夫です。はい、間違えてちょっとね H ドライブ入れちゃったけど、はい、まあこれを出して、回答をいたします。はい、ちょっとなんか毎回画面が外に出ちゃうけど、これがね回答したソフトです。でこれをクリックして、これでいいのかな、これでいい。はい、実行。はい、まあはい、大丈夫です。NEXT。はい、起動しました。こんな感じでね。はい、まあ起動したらですね、まあこの先の画面を閉じていただいて、はい、まあこれですよね。で、今回インストールしてるやつがこのちょうど2番に、なっております。まあ、これはその場合によってちょっとずつ違ったりするのであれですけど、まあ、今回2番になってます。で、まずですねここで、右クリックを押すとランなんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃら押すと、まあどれをなんだ使ってまあいいや、はい、でまあとりあえずまあクイックをしましょうか。クイックテスト、あ、スタートだった。 H ドライどうしますか？ OK。まあ、クイックで2分。クイックで2分かかりますか？あ、なんかジージーって言ってるわ。パソコンがそっちにあるんだけど、なんかね、なんかジー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 って言ってる。はい。ということで、クイックテストはパスいたしました。もう一回閉じましょう。はい、若干位置を、ずらしましたけども、これから、フルテストを行います。はい、若干ね位置を移動しましたけども、これからねフルテストを行います。これはね3テラでもすげえ時間かかったんじゃないかな確か。はい、ということで自分のブログで見たんだけど、あれ書いてなかったのかなはい、結構ね前のブログだったのかな、覚えてないな。なんて言うんだろう、これねフルチェックっていうのはものすごく時間かかって、自分の場合3段階あります。なんて言うんだろう、エクストラテストだったかな、このね今画面見てるこれの、このエクテンデッドテスト、これが、まあ、Windows の中に入っているフルフォーマットみたいな感じです。Windows で、まあ、こっちでね、言えば、この、例えば、このフォーマットね。このまますれば、クイックにチェックが入ってるんで、クイックフォーマットだけど、これ外せば、フォーマット自体っていうのは一緒なんだよね。表面上ただ消すだけなんで、早いんだけど、このチェック外すことによって、フルチェックするんだよ。
だからこれを外すことで綺麗に消えるんじゃなくて、消えるのは一緒なんだけど、消しつつその、ちっちゃい細かいなんかなんていうのかな、あのセクターっていうのかなで合ってるのかな、分かんないけど、この細かいね、こう網戸の網みたいなこう一個ずつこうチェックしていくの。だからすごく時間がかかる。でもまあ所詮って言ったら悪いけど、この Windows のやつなんで、あのちゃんとしたねハードディスクのメーカーが出してるこっちのでフルチェックをした方がいいんじゃないかなと俺は思っております。でこのフルチェックがね、何時間だったかな、俺ね自分のブログに書いてたような気がしたんだけど、ちょっと今ね調べたら分かんなかったんだけど、確かねサンデラの時で 7,8 時間かかりますこれで。この、まあ、テストを今、まあ、します、測ってもします。だから4テラだから10時間ぐらいかかっちゃうのかな。でこのまずフルチェックをします、ずらーっとね4テラ分で、なので電源切れません当然、はい、でフルチェックが終わって、で今度はこの後ゼロフィルというものをします。フルチェックっていうのはどっちかって読み込みだよね、こうあるのを調べるんで、どっちかって読み込みのテストみたいなかな、1個ずつもう全てのセクターをチェックとか、網戸の全部ね。その後にこのゼロフィルって言われてるものね、ゼロフォーマットとか物理フォーマットであったのかな、これをします。で、これは何なのかというと、全てのそのセクターにゼロを全部ゼロ、このゼロね、ゼロをブワーって全部書き込む。はい。それで何が起きるかというと、全部書き込むので、一回だからその読み込み書き込みっていう動作があるんです。で、だからそのいつの間にか、例えばね8ヶ月10ヶ月1年後とかになんか不良が出だしたっていうのは、そのそこまで容量を使ってなかったから、実はそこにもう不具合的なのがあったんだけど、書き込んでない、そこまで書き込んでなかったから今まで良かったけど、書き込んでしまった上にそこからなんかちょっとおかしくなったみたいなことを、もうそこで最初にこれ全部全てゼロでっていうのを書き込んでチェックします。まあ、あとこれハードディスクを、まあ、売るときなんかもそうですけど、ゼロフィルっていうのを使いますよね、物理フォーマットを使って一回その上に書き込むので、あの前のデータが完全に消去できるっていうのにも使われますけどね。まあ、今回はそのテストで、ハードディスクのね初期不良テストで、今回はそのゼロを書き込むと。でそして、今度また、このエクステンドフルチェックをかけると。だから、総時間で多分30時間ぐらいかかります。だからすごくめんどくさいです。ただこれを最初にやっておくと、あの後々生きてくるっていう感じですかね。今やっていれば、あの後々壊れにくいとか、あとこれで俺あのエラーが出たことあります。あの不良セクターだったかな、あれが何個か出て、持ってったら初期不良で交換してくれましたんで、だから最初にやると。だから他の今全部使ってるハードディスク、いまだにまだそのセクター的なのほぼゼロです。ゼロのまんま、もう3年4年とか使ってますけど、ね、1テラなんか8年ぐらい使ってるけど、まだいまだにゼロという感じですので、俺はそれをまあおすすめしたいところですけどね、まあ、今後のその後々のことを見るなら。はい、ということで、ちょっと、まあ、カットするでしょうけど、まずこのねこれを、ハードエッジをしますかと、もうクイックとは並ぶぐらい、もうカットとかそんなレベルじゃないから、ね、8時間から10時間ぐらいかかります。ということで、ちょっとカットしつつ、やっていきたいと思います。いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。